します。信長の野望3世紀パープキット島漬け編の続きをやっていきたいと思います。
Thank you.
花子さんね。そう。すいません。今、前回、以前ビッチを攻めて、今回、稲葉か、を攻めようと思っています。練習だと、沈殿をしていて、こういう侵入、カリマも組みやすいんですけど、飛車がまだちょっと、前回買ったところが侵入って、ちょっと交渉できないので、ちょっと様子見ます。年内は攻めないかなぁ。車種に入ってきてくれるとめっちゃきつい。今回は攻めないんで、普通に。で、今日は、これを。飲もうかな。飲むできない。開墾。訓練。問題ないですね。まず、こうしたとき。で、これで警戒して終わりですかね。
M さんは M さんあのオッケーもしかしたら。アイソーンとか、要するに有馬さんとか、アイさん、お前一緒にいるの、まあ、ちょっとアイさんを見るか、はい、そう。なんだよ。ちょっと、解放されてるんですね。ちょっとね、何かありますかね。無料とか、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 無料
一旦セーブして、ごめんなさい。要素はいらない。ロイさん、録音来ました。本当嬉しい。ロイさんは、ただ、どうなんだろう。勝手にやってもらってもいいのかな。あ？これで終わってんのか。ええ。ちょっと割ってないのかな。うん。細壁さんを、なんていうのに、欲しいんだよね。そうなの。研究っぽい人、嫌いじゃん。細壁さんは、どんな人だろう？何だろう？ねえ、カイさんも、
この人。誰だったこの人。商業やってもらってるんだけど、正直開墾の方が何にします。うわぁ、侵略はいないけど、兵力はいいかな、回数は。いいので。1561年の風景で死した。勘弁があるのか、どうだったんだ。勝つの、あー間に合う。備前備中に、三村さん、小井さんが家を出てし、この人が大きいの。小井さんって、子供なの。土井さん、あれ？土井さん亡くなってる？土井清宗、土井清義。火に欲しいのか、火を。あれ。
こで契約がいいように欲しいね。はい、ここに、ライオン軍団を、ように、よ、なるほど。で、見れるかな？マグリーン。最後は、ここは死にくいってなって。どうですか？ OK。ですか。OK。戦国策を送り。何も取らずに、資金、お金ちょうだい。まだ。
まだな。動かなきゃいけない。うまい。消そうだね。消そうだね。で、場所は、あ、ここ。結構いいんだけど。500円送って、うん、一緒に行ってるよ。私はいいや。よいしょ。あ、無理。うん。ああ。なんか売れるもんある。240円なのかな、いいです。26人も。写真で。ほら。ここはこのまま。もらいましょう。これ3分だ。これ3分が4分になってますね。これ3分ですよ。ライオンゴング。変えましょう。このターンまでは、うん、始めます。
嬉しいけど、今日悪いんじゃないかな。どうなんだろう。赤堀さん。さん、いやいや、ちょっと高い、高い。まこさん。本願寺やっぱりね、本当にもらいました。ありがとう。まだあるかな。ないけど、ありがたいです。
強いんですよね。もちろん。あ、そうでしょ。ね。出て言えばいる。言えないと言えばいるの。専念低いので攻めないです、ね、ブロックにブロックが多いんですね。ないね。原さん終わったの？よく開いてくれました。取れるかな？何もいらない。なかなか取れない。ああ、取れた。いいですよね。ここが優秀なのね。ハリマが開いた。
ムンゴだっけ、どっか、ムンゴ。あ、サヌキか。サヌキの線路は、あ、ああ。わ、今どうなる？どうなる？見にくいんだ。出ないよね。次に、もう攻めたい。で、黒田勘兵衛か。黒田勘兵衛かな。そういうことを考えると、クリマスネが一番いいのか。まあ、で、何なのかな。もう一気に落とす覚悟で見るか。なんですよね。起こせたので。